こんにちは。今月の広場のほのぼのカフェは先生たちの新年度準備の様子についてお届けしたいと思います。今先生たちのお仕事のところに潜入してみます。先生たち、おはようございます。おはようございます。今先生たちは何してるんですか？樫村先生、クレヨンにお名前を押してます。あ、なるほど。新しく入ってくるお友達のお名前を一つ一つ、あ、ゴム印で押してるんですね。はい、です。あさみ先生、はい、あさみ先生は何をしてるんですか？はい、私はハサミの名前を書く準備です。あ、なるほど。はい、どこに名前を書いてるんですか？名前はですね、このシールに名前を書いて、はい、なおかつここにもお名前を書きます。そうなんですね、はい、先生たちそこもお名前書いてくれてるんですね。大関先生、はい、大関先生は何をしてるんですか？私もクレヨンにゴム印のお名前を押しています。一本一本ですね。頑張ってください。こうやって先生たち、新しく入ってくるお友達の入園楽しみに待って準備をしてくれていました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは続いては桃組さんのお部屋にちょっと先生たちのお仕事をしているところを覗いていきたいと思います。お邪魔します。こんにちは。こんにちは。ちょっと大谷先生は今何のお仕事をしてるんですか？はい、今お手紙にお名前を、お名前のハンコを押しているところです。なるほど。じゃあ一人一人お手紙にハンコをしてくださってるみたいです。浅見先生は何をしてますか？はい、今私がバスに乗る子、帰りバスに乗る子はここにバスバッジをつけるので、そのバスバッジをね、今分けています。なるほど。バスは今回は何号車まであるんですか？バスはですね、今回はですね、7号車まであります。そうなんです ね。青バス、赤バス、ワゴン車、それぞれ行きますので、みんな待ってるよ。元気にね、来てね。ありがとうございます。じゃあね、桃組さんのお部屋の先生たちのお仕事を覗いていきました。はい、はい、はい、失礼します。ありがとうございました。はい、それでは次は梅組さんのお部屋に来ました。梅さんの先生たち、こんにちは。こんにちは。こんにちは。花輪先生、花輪先生は今何をしているんですか？はい、新年度に向けて、はい、今いろいろ用品とかを分けられたので、はい、それをセットしたりお部屋の片付けですか？はい、そうなんですね。ちなみにこちらは何ですか？はい、思い出バインダーって言って、はい、年長さんが制作したものを、はい、ここにこう挟んでいくファイルになるんですけど、はい、これをお名前書いたので片付けて、そうなんですね。はい、行こうかな。思い出バインダーを子供たちが自分たちで挟めるんですか？そうです、そうです。あ、そうなんですね。かわいい。かわいいですか？素敵な壁面も飾ってあります。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃんじゃん、野中先生こんにちは。こんにちは。野中先生は今何をしているんですか？はい、新年度に向けての、はい、壁面を飾っています。見てください、新旧おめでとう。かわいいですね。いっぱい動物がいて。これはちなみに誰が作ったんですか？私です。すごい。私です。上手。どうですか？素敵ですね。ありがとうございます。他のクラスの先生たちも、ね、頑張って作っているので、ぜひね、壁面の方も見てみてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ次の隣のお部屋に行きたいと思います。さあ、ここは竹組さんのお部屋です。竹組さんは富田先生、こんにちは。ちょっとアップできます。何ですか、何ですか？富田先生は今何をしていますか？はい、
ロッカーのお名前シールを貼り終わったので、はい、ちょっと始業式までの秘密なので、はい、裏返しにして見えないようにしています。これは秘密なんですか？そうですね、今のところはですね、あ、でももう発表されたんですけど、始業式まで秘密ですね。そうですよね、きっともしかしたら自宅に置いてしまうかもしれませんもんね。今はじゃあ富田先生が頑張ってみんなのロッカーを繰り返してくれています。はい、ありがとうございます。はい、またね。じゃあそれではね、新年度の準備の動画でした。また次回もほのぼのカフェお楽しみに。は